チャンネル。よいしょ。さあ、この番組はジャニーズに関するさまざまな情報を発信していきますので、よろしければジャニーズファンの皆様、グッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今回も久しぶりにですね、はい、ちょっともう暴露系でね、暴露、はいはい、リンプリの神宮寺君にまた泣かされちゃったんですよ。泣かされた、何個かだいぶ前のね、動画でね、うんうん、神宮寺君に僕泣かされたっていう、ね、泣かされていましたね、動画を暴露したんですけど、ね、今回2回目のね、神宮寺君2回目泣かされた暴露で、今回はちゃんとした暴露、今回もほんまにちゃんとした暴露、今回もじゃないね、はぁはぁはぁ、そう、そのね、はい、神宮寺君でもメンバーみんなを常に温かい目、優しい目で見てて、めっちゃほんまに気遣いできるの。なるほど。スタッフさんにも荷物持ちましょうかとか、荷物いっぱい持ってるけど、ほんと優しい、ほんと優しい、うん、イケメンなんですけどね、内面もイケメンなんですけど、前も言ったけど、高橋海人君って弱点めちゃくちゃ多くて、あ、苦手なことがめちゃくちゃ多くて、はいはいはい、で高所恐怖症なんじゃなくて、高いところもそうや、そっか、メンバーみんなね、ヘリコプター乗るっていうだけがあって、うん、で高橋海人君がもう怖い怖いって言って、あ、まあ、無理な人本当無理ですからね、そう、可愛いなっていうね、うん、その時あの怖いって言ってるから、うん、ヘリの中で、うん、神宮寺君ずっと高橋海人君話しかけてて、あ、大丈夫ですか、俺が会うから大丈夫だよって言って、それが他のメンバーみんなも出てて、そう、カメラを下ろしてるから、ね、ああ、そう、そう、そこは見たもん出てて、そこはね、ちょっとゆっくりと、もう永瀬くんとかも、うん、寝てて、そこに景色めっちゃ綺麗なの、あの感じの、寝てて、うん、で神宮寺くんが高橋海人くんがこうやって寝られるから、俺の手を引きつって、で逃げ出してやるって、わあ優しいな、一時間ぐらいずっと握ってる感じらしいのよ、あ、そうなの、そう優しい、そのカメラとかないのよ。映ってるからとかじゃなくて、ちょっと安心してするために、優しいよ、それでも感動して、もう泣かされましたよ、そういう人に、もうそれ泣いたんや、高橋海人君も、なんかすごいその時の手があったかったんですよ、なるほど、うん、そこに感動してめっちゃ気配りが、すごいですよね、なかなかできないよね、そういうのはね、うん、そうでした、皆さん泣かされてください、何度枕やってよ、何度枕やってよ、どこや雑談タイムに入りたいと思います。まあその神宮寺君ね、はい、めちゃくちゃ聞くんですよね、そのサポートを、そのテレビとかでも見るんですけど、はいはいはい、その前言った平野翔君がリンボーダンスする時もそっとマットを支えてあげたりとか、うん、誰にも言われずにだったりとか、うんうん、あとなんか何やったかな、外でロケするときに、うん、あ、見たって言ってたな、うん、なんかそのみんなね、外ですごい自然多いところで、うん、はい、挨拶したときに、うん、岸優太くんらしいねんけど、岸優太くんの足元にだけこんなでっかい毛虫が動いてて、おお引き寄せるな、そう、引き寄せる、引き寄せるな、それも神宮寺くんが、あ、毛虫いてるよ、ああ、ちょっとね、両方助けたってね、あ、毛虫も生まれないように、なるほど、潰さないようにしてるし、岸優太くんも、うん、怖いからね、不満なんで、めちゃくちゃびっくりしてたけど、岸優太くん目まきました、うおーって何よりによってよりによってですね、うん、気配りめっちゃできるよ、神宮寺君すごいな、持って生まれたものなのか、いやー、ね、イケメン、あれは女子にモテるやろうね、そういうね、やっぱね、気づかなきゃダメですよね、そう、気づかないもんな、そういうのね、幸せになってほしい、そういう神宮寺君には、本当確かに、どうね、それこそ神宮寺君もどういう方向へ行くのか、ねえ、ねえ、いやーね、みんなどこ行くのか、そこで心配でありつつ、まあ、楽しみなとこもありますね、楽しみ、でもみんな能力すごいから、ね、タレントとしてのいろんな、まあ、一面もめちゃくちゃ能力高い全員が、うん、絶対にもういい風にはなるとは思うよ、うん、なるほど、うん、はいはい、その辺になんかもう伝えていくとか、会社変化、うんうん、脱退してるとかみたいなのはならんとは思う、なるほど、寂しいけど、寂しいって悲しいけど、はいはい、何の心配もないというか、なるほどなるほど、うん、でまあ、プライベートでもね、はい、みんな仲いいから合うやろうし、うんうん、あ、合いそうっすね、うん、ね、で、まあ、本当はね、グループとしての活躍をもっといっぱいね、絡んでんのとかも見ていきたいけど、うん、ね、ね、だからスマップとかもやっぱそんなね、うん、感じやったのかなっていうね、やっぱちょっと重なる部分があったりするから、ちょっとやっぱ同じショックというかね、結構のび太とかスマップ思い入れがあるから、ね、はいはいはい、ちょっとやっぱ一番好きになったきっかけですから、やっぱ脱退で衝撃、衝撃、いや、なんかそんな噂とかなんか初めに流れたりしたけど、まあ、そんなわけないと思ったんですよ、その会社、あの仲がいいというか、あの時代でね、あの時代でそんなわけないと思ったから、やっぱもう普通にショックやったし、あ、だこの前のあのね、松本中井で
あれやっぱもう普通に感動して泣いたし。あ、言ってたね。はい。草薙くんが出て感動。あのやっぱもうね、出るだけでもまあおおってなったし。確かにね。そうそうそう、音楽のコーナー行った時に、うん、あのまあお客さんはそこ知らなかったから、うん、ほんまにね、ザキヤマさんの番組に、深夜番組に香取くんが出るだけと思って応募してたのに、うん、そこに中居くんの番組で中居くんと松本さんで行っていた、うん、みんながふわーってなって泣いてたもんな、はい、何人かお客さん それ見て僕はもらい泣きというか、はー、うわー、よかったなーじゃないけど、そういうね、感動の感動のみんなそうやんな。それで、うん、その後、どういうあれ、ほんまに出るのどういうことってなったら、うん、ほんまに香取くんが出てきて、あやっぱそこでキャーってなったもん。あの気持ちは分かりますね。しかもその松本中井の CM に気持ち出てたしね、ね、ここでまた重なるというかね、そこでやっぱりフジテレビが多分ちょっと狙ったというか、やっぱ演出あると思うんですよね。俺まあ別にスマップ好きは好きやけど、はいはいはい、そこまでなるほどめちゃくちゃ好きやで全員、はいはいはい、やけど、うん、そこまで思い出、うん、感情移入してなかったから、はいはい、その香取くんバー出てきた時も、うん、はにゃっていう感じやねいや、それは分からんすぎやろ。出てるみたいな。はにゃってないな、まあ、久しぶりとか言って泣いてて、あ、久しぶりなんよ、みたいな、みたいな、久しぶりだ、はぁーって言う感情どうなってる、うん、俺、この前、カトリ君と喋ったし喋りましたよ、ね、はい、喋りました、一言で。どういう状況でしたっけ。その吉本本社でね、吉本のね、本番に絵を描く仕事してる時に、偶然生放送で新しい地図の3人です。偶然ロケで来たんですよ、吉本の。来られて、で、その時カメラ内で、うん、まあ、いろいろお話ちょっとさせていただいて、カメラ止まった後に、はい、香取くんがやっぱり絵が大好きだから、はいはいはい、絵のことちょっと言ってくれて、喋りかけてくれたんですよ、すげえ。カメラ関係なしにもう変わらない、いやー羨ましい、ニコニコしながら、この絵いいね、可愛いねみたいなね、言ってくださって、うわ、めちゃくちゃ優しいと思って、羨ましい。でもさすがにやっぱスーパースターやって、スーパースター緊張しすぎて、はい、もうなんか喋れなかった、言葉が出ない、なんかもうすごいとしかずっと思えない、なるほど、まあ、失礼なことしたらダメぐらいのしか思わないですよね。だからもうずっと固まって、はいはいみたいな、でだから変な人にみたいな思われてる、ね、いやー、それこそこのジャニーワカチャンネルのショート撮ってる時に2人で会って、はいはいはい、あ、じゃあミルキーさん終わって、撮り終わってミルキーさんはその架空仕事を続けますから戻って、そこがその家帰って、その後っすよね。あと数分一緒に、いや、そうやね、追ってくれたらさ、同じ地域にはいたわけですからね。そうよ、だからあの時にノブタが、はい、いやミルキーさんやってるの、はい、やってるので、はい、見させてください、ちょっとだけでも時間あるんで、はいはいはい、とかの、はい、行くあれがあったら、はい、あ、出て、いや見るか絶対見るかとか、の邪魔しないように、その風景のちょっとしたところだけちょっと話してくれないですかとかぐらいのあれがあったら、うん、マジで空いてたわけど、そういうことですよね。 そこでちょっとでもこ うやってて、あ、思ったら、まあ帰るのか、そういうふうに思ってて、何か起きることが起きそうなのになあるか思うわけないの何かドキドキワクワクがありそうなのにな、家の猫に餌あげに帰るのかつって、あげるやろそら察してたんや、実は察してたのに、何かしら、いや確かにあの時あとちょっと何かで、ね、いや残ってたら会えてたわけですから、ね、いやまあね、何の話だったっけ、何だって、もともとないんだよ、あ、そうそう、カイムだったり、あ、ちゆうじくんやった、あ、そうそうそう、だから気が利くとか言う、そう、だからキンプリには我々、はい、めちゃくちゃ思い出あるし、そうですね、こうやってこんだけやっぱやってますから、そう、一人一人全員に思い出あるから、うん、もし今後今回みたいなことで確かに脱退したメンバーとかが、ね、共演で出るとかだったら泣いちゃうかもしんないね、うん、まあ、見たいですね、うん、その時を待ち続けて、その時にはもう我々もよぼよぼの時になってるかもしれないけどって触れながら誰じゃーっつって誰だあ、久しぶりになってるなーって、孫かーって、孫かーみたいな悲しすぎるやろ、まあ、楽しみにしておきましょう、楽しみにしておきましょう、はい。